先ほど車の方の音が聞こえたと思うんですけども、家の中で、寝ていました。夜中、数週間前から、その3時ぐらいまでにならなかったら眠れない状態にさせられてますんで。で、先ほどの車の方なんですけども、どういうふうなことを考えた時に本を鳴らしてくるかって言ったら、これもう随分前からそうなんですよ。例えば、先ほど考えたのは、大きな車に乗ってる人間はアホな人間って考えたんです。それはなぜかっていうとエネルギーの残存量問題。本当はみんな小学生の頃とか学校の先生に教えてもらってるはずなんですよ。みんなで車乗るのやめようって、みんな電車バス徒歩って。だけども大人になったらみんな忘れる。で、この辺の連中なんですけども、多くの人間は春山整骨院に出入りしていて、で、その親族とかが、自分の親族とかにいろんな、話、あることないこと全部言う。で、さらに、この近隣には自動車がある。一つの駅の区間に、トヨタの車屋さんが4店舗あるんですよ。藤原台の南町の方にもあります。向こうの方にも。向こうの、あの通りの並びでないところにも。そっちの方は3店舗ほど。一つの駅の区間にそんなにたくさん車屋さんがあるところって、まず大都会でもありません。なかなか。以上、この辺が。で、だから石油のね、残り残存量が、残り、2022年のデータで54年分。先々掘っていく分ずっと計算含めてですよ。2011年のデータで残り59年分で、僕は若い頃1998年ぐらいのデータで残り69年分で、ガンダムの生みの親富野さんが現役、若い頃頑張ってた頃、残り80年分。だ、想定してるところが、地下何メートルまで掘るところを想定してるのか、もう1万5000メートルには到達してます。だいたいデータは遅れて開示されるので、本当のところも、どれぐらいのところまで来てるかわからない。だ、自分が車乗ってるものだから、さっき車の方を鳴らしてきたものっていうものは、電波で何か聞こえてきてるのかもしれない。その内容そのものが。で、その条件に当てはまってるのかもしれないし、違う内容が聞こえてきたのかもしれない。ただただ嫌がらせで、無理やり、僕の家の横だから、ああいう風に方を鳴らして嫌がらせをする。多い時は、まあ、1日3回ぐらい本鳴らしてくる連中とかいるんですけ、いたんですけども、それプラス、春山整骨院プラス、もともとは家の横を歩く連中プラス、家の前でたむろして、ごちゃ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 、こっちのことを言ってくる人間。しかもそれが、大人の、夜は大人、昔は、昼過ぎは、中学生、この辺の。正しい、まあ、大抵はこの辺の中学生だとは思うんだけども、もうただ、その中学生ぐらいで敬語なしで僕のことをごちゃ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 言い始めてる時点で、かなりおかしくなってる。で、この辺でもいろんなところで働いていて、その、後から思ったら、その者たちの言動ってよく聞いたら、エロ業界、あれに出てる人間みたいな、ことを言ってた。で、実際いた。仕事辞めてからですね、その映像とかに到達するの。びっくり。そこそこいた。大体どこの職場にも一人ぐらいなんか混ざり込んできてる。で、その者たちの年齢とかも本当はわからないし、僕は人材派遣会社の方の人間ですから、自分で面接して、履歴書とか、身分証明書を開示した人間で、ただ、どこそこで働いてましたとか、学歴とかも、卒業証書とか見せてもらわなかったらわからない。
で、ほとんどの、仕事場の面接するときって、履歴書とかを見せて、で、卒業証書とか見るかって言ったら、まず見ないです。身分証明書ぐらい。だから、どこの仕事場にどんな人間が紛れ込んでるのか、みんなわかんないんですよ。本当は裁判所もそう。プロ野球とかの、解説席にいたものが、民事の受付のところにいたりとかね。テレビ局で働いていたりとか、警察官として働いていたりだとか、もう世の中、もうめちゃくちゃですよ、本当に。想像してる以上に。この電波の仕組み云々とかも、とぼける人間は多分その電波使って何か悪いことをしていた方でしょうね。僕の前でとぼける人間ね。もうテレビ局いたらもう大体悪いことをしてることになります。報道関係者も全員。もう能登半島のあの地震の件もそう。どう考えても2023年5月5日に能登半島の地震が発生している映像も動画で出てきて、てるんですね。だから、フェイクニュースで戦争のニュースを、昔の戦争のニュースを何回もテレビで放送してるでしょう。で、地震とかの件も、日本国内まで、本当に、その時発生したものなのかどうかわからない。もうこれは本当です。もう手に負えない、こんな世の中。あとはホームページ淡井圭介の履歴に記載している内容とか、裁判淡井圭介を覚えておかなければならないことって書いている欄ありますけども、あれ本当はこの町の人間全員覚えておかなきゃならない。自分たちがどれだけひどいことをしてきたかっていうことが分かってくるのと、あと社会全体の状況が分かるからです。いや、晴山整骨院、これ撮影始めたのも、晴山整骨院の、また介護職の令嬢を着ていたときに、運転手のやつらとか、で、車の音、バタンバタンバタンってさして、今、通り過ぎた車、ちょっと撮影できませんでしたけども、急にシートベルト閉めてた。昼間から通ってくる車、多すぎるんですよ。ここ住宅密集地帯だから、そんなに車が本当は通行することがない。この間も撮影しましたけども、すぐに次々来るっていう車がね。